にちは、若葉です。お姉様は高崎雄介という男子に恋して以来様子がおかしいのです。だから若葉が頑張るのです。お姉様と高崎雄介を何としてもくっつけるのです。だってお姉様あっての若葉ですから。あ、高崎先輩発見。あの高崎先輩、先日はお姉様を助けていただいてありがとうございました。え、君は？くつき若葉と言います。ああ、くつきの妹か。あの、高崎先輩って彼女はいますか？え、いないけど。なるほど、彼女はいないと。そんなこと聞いてどうするの？はい、では好みのタイプを言ってください。好みのタイプ？あ、そうだな、おしとやかな子かな。おしとやか？うん。ちょっと乱暴、どうですか？言葉と同時に手が出るタイプは？ちょっと遠慮したいな。そこをなんとか曲げて。やっぱり女の子は控えめな方がいいよ。うん。そうですか。でも若葉ちゃんって意外に控えめなタイプだよね。ダメです、私なんて。そういうところがいいんじゃないかな。ダメです、失礼します。そうですか、おしとやかですか。お姉さまからは一番遠い単語ですわね。お姉さま、よく聞いてください。あ、どうしたのあんた。いいから。まあ聞くけど。今のままのお姉さまで恋が実る確率を申し上げますわね。私は恋なんかしてないっての。ダメです、お姉さま、この若葉に嘘はつけませんわよ。で、その確率とやらは何パーセントなのよ。ゼロ。マジ？マジ？いいわよもう。つねない。はい。だからお姉さまのために特別カリキュラムを作りました。どういうこと？私の言う通りにすればお姉さまは3日でおしとやかになれます。おしとやか？そうです、恋の相手おっしゃってました。おしとやかな子がいいって。本当？本当です。じゃあやってみようかな。はい。まずですね、おしとやかな女の条件として、何を言われても黙っている、ニコニコしてなくちゃダメです。難しいわね。じゃあレッスン1、双葉は胸が小さい。ちょっと何ですって？待った、お姉さま待った、平常心。何言われても怒っちゃダメです。くつき双葉は A カップ。 B あるわよ、知ってるでしょ。 B あるのない。あ、はい、ギリギリ A かも。あ、今のおしとやかですわ。本当？はい、嘘をつかないお姉さま、大和なでしこっぽいですわ。そうかしら。くつき双葉は胸が超小さい。はいはい。マジで小さい。はいはい。ぐらいいらないと思う。はいはい。てかすんな、しなくていいよ。大きなお世話よ。怒らない、怒っちゃダメです。そんなんじゃ好きな男の子に振り向いてもらえませんわよ。ねえ双葉ちゃん、若葉ちゃん、見て見て、ちぐさ先生最高なんです。あ、じゃあ邪魔が。いいの、ちぐさ26歳、今日の青年の主張。ちぐさ先生、キノコ食べてからずっとこうなの。ほんと、キレた年間はイケてるわ。喫茶店にて、こんな風にいきなりコント始めるのよ。あの、今お姉様におしとやか教えてたんで邪魔しないでください。今日も、まあ、余裕がないのね。だからくつきさんは好きな男に相手されないのよ。なんだと。お姉様がキレた。なめんなぞ。面白い、あんたに年上の魅力を教えてあげるわよ。わーい、キャットファイター。青コーナー、やっぱり A カップ、くつき。赤コーナー、母音いいの。やめて、やめてください。お姉様の恋はきっとこの若葉が実らせてあげますからね。